第3弾おはこんばんは、皆さん、どうもミッキーです。ミッキーチャンネルへようこそ。はい。今日はですね、おはようございます。現在ですね、4月16日の、朝8時44分です。寝起きです。ありがとうございます。今日の動画は、ラブライブサンシャインとセブンイレブンがコラボした限定商品がもらえるというキャンペーンの動画です。で、もうこちらですね、最終回ということで、今日で第3弾なんで、もう終了なんですけども、ミッキーさん、いつもの、この企画にしては、起きるの遅くないですかって思った方、そうなんですよね。毎回、この企画は、6時、5時とかに起きて、もう一番最初に行ってるっていう感じの企画だったんだよ、私の中では。だけど、ちょっと今日眠すぎて、もう気づいた頃には7時過ぎてて、あ、もういいや、と思って寝ちゃって、起きたの8時でした。第1弾、第2弾だったら、じゃあこれから買ってきますって言ってたと思うんだけど、もう買ってきてる状態。だからもう直接もう紹介しちゃおう。今回のラブライブサンシャインとセブンイレブンのコラボ、第1弾はですね、こちらのスクールアイドル学習帳でした。第2弾は、こちらの明けフェスのイラストが使われているクリアファイルでした。ではね、第3弾何になるんだろうなってね、ずっと公開されてなくて、つい最近解禁されたから、全然ギリギリまでわかんなかったんですけども、私の予想は的中していて、私予想でこうやって言ってるんですよ。第3弾は近日公開ってなってるんで、まだですね。多分ね、ノート来てクリアファイル来るってことは消しゴムだと思うんだよね、私ね。で、今回の商品何かというと、じゃじゃーん！セブンイレブン限定、ラブライブサンシャイン、コラボ物消しゴム、プレゼント、全10種30個。ということで、実地期間、2018年の4月16日、本日から、なくなり次第終了。対象商品のガム2個、組み合わせ自由、プラス、お好きな消しゴム1個。下に対象商品書いてあるんですけども。ということでですよ。ミッキーさん無事買えたんですか ?8 時に行ったのに買えたんですか？だったら今まで6時に行ってた意味ありませんね。ふふふって思ってるでしょ。まあ、無事に買えたかはね。紹介していけばわかると思うんで。まず紹介しましょう。代表的にリコちゃんを紹介させていただきます。はい。このような袋に入っていまして、後ろこんな感じです。はい、ここにシュレットあるね。じゃあ開けまーす。まあ、このまま飾ってたいよね。おー！うわ、懐かしいな、この感じ。はい、こんなような感じです。ここはね、リコちゃんのイメージカラーの色になってて、リコ。ローマ字で書いてあって、リコちゃんがいます。でですよ。これの裏。こっちは普通のものに見えるんだよね、これね。これミューズの時からもそうですね。で、この横。この横はこれ何も書いてないんだけど、こっちの横。なんとここにもリコちゃんいます。リコちゃんこれ立ってるね。ほんとね、これはね、学生さん本当におすすめの消しゴムだね。私もずっと中学の時、ミューズのね、ニコちゃんとかマキちゃんの消しゴムを、使ってたんですよ。そう、最初使わないで撮ってたんだけど、ありがたいことに、いろんな方から、こう、ファンレターとかに入れてくれて、いっぱい届くようになったから、ちょっと使っちゃうっていうことで、やっぱさ、勉強してる時とかってやっぱテンション上げないとダメじゃん。っていうと、やっぱ文房具でテンション上げるでしょ？限られた中で、ね、どうやってテンション上げるかみたいな感じだから、やっぱまあこういうね、キャラクターとのコラボとかは本当にありがたいよね、ものと。これリコちゃんでした。はい、セブンのイメージガールですから。で、あとのメンバーは特に変わりはございません。軽く見せましょうかな。軽く見せます。はい、チカちゃんです。ヨウちゃん、カナンちゃん、サカナカなんだか、アナマルちゃん、ルビーちゃん、ガンバルビー、ダイヤさん、シャイニーなマリちゃん。そして、これだけ違います。それが何かっていうと、こちらでーす。見えるかな？はい、これでーす。これ何かっていうと、全員バージョンです。このパッケージの後ろに書いてあったシルエットが映ってるっていうことで、まあ、箱推しの人におすすめするものだね、これ。で、これ一番いいんじゃないかな。これ多分一番使いやすいと思う、私。ちょっとこっち開けちゃうか。これもミューズの時ありましたね。そして後ろはこうなってます。もうこれ何も変わんない。で、横どうなってるかというと、こんな感じになっております。こんな感じ。スクールアイドルって書いてある。で、みんなのね、アイコンマークがあります。いいね、これね、本当に。はい、ということで。そうなんですよ。1年前の秋のやつだね、これ。秋のやつで私、よしこちゃんゲットできてないことあるんだけど、今回もですよ。よしこちゃん、
今回のキャンペーンの最後の最後によしこちゃんだけゲットできないという不運です。ということで、もう完全に私のミスですね。で、今よしこちゃんだけないんですよ。よしこちゃん欲しかったな。ここまで来たら全員欲しかったよね。なんで、第1弾も第2弾も無事成功してるから。はい、ということで本日はですね、セブンイレブン限定ラブライブサンシャインのコラボキャンペーン第3弾のご紹介でした。ということで最後まで見てくれてありがとう。では次のミッキーチャンネルでお会いしましょう。バイバイビー。よしこちゃーん。君と